マルセル・シェーファーは、ドイツ・バイエルン州、アシャフ・フェンブルク出身の元サッカー選手。元ドイツ代表。現役時代のポジションはディフェンダー。SV アイントラ派とシュトラスベッセンバフ派でサッカーを、はじめ、1996年7月に、ビクトリア・アシャフフェンブルクの下部組織へ移籍。1999年7月に、TSV1860 ミュンヘンの下部組織へ移籍し、 2003年に、ブンデスリーが一部所属のトップチームへ昇格した。2007年7月、VFL ボルフスブルクへ移籍。2010から11シーズン途中から、キャプテンだったエディン・ジェコのマンチェスター・シティー移籍に、伴いキャプテンに就任した。2013年10月31日、ボルフスブルクとの契約を2017年まで4年間延長した。2017年3月1日、 タンパベローディーズに移籍した。2008年11月19日、イングランド代表との親善試合で、ドイツ代表デビューをした。2010フィーファワールドカップ、ヨーロッパ予選では2試合に先発出場し、左サイドバックのバップアップ要員として名乗りを上げたが、2009から10シーズンのクラブでの不安定なパフォーマンスが目立ち、シェーファーより序列が下だったマルセール・ヤンセン、デニス・アオゴ、 ホルガー・バトシュトバーの後陣に敗し、2010フィファ、ワールドカップへの出場はならなかった。父のマルクス・シェーファーも1980年代に、ブンデスリーが2部に属していたビクトリア・アシャッフェンブルクで、プレーした経験を持つ、元サッカー選手である。ありがとうございます。